やっぱり外の空気を吸って、それで四季を感じながら、目いっぱい物にぶつからずに体を動かせるのにとっても満足しています。一番は自分の健康管理のために規則正しく生きる、決まった時間に起きる習慣で、決まった時間に歩いて体を動かす、一番いいんじゃないでしょうかね。自分は昔は首の周りが、肩の方が痛かったんだけど、それも自然に治りましたし、自分のためですね。お金を持っててもね、できないですから皆さんとおはよう、今日は元気というの挨拶が簡単にできるようになった。楽しい一日だと思いますよ。ラジオ体操どんどんやりましょう。